こんばんは、ふくりでふえるです今回も一緒に学びを深めていきましょう最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいですよろしくお願いいたします今回のテーマは北の達人、わかりやすくまず、北の達人と聞いて何の会社か想像ができますかこちらはインターネット通販を行っている会社です 元々は北海道の特産品をネット通販で売っていました。ただ現在は目元クリームなど化粧品のネット通販の会社となっています。そして事業の流れは検索エンジンの最適化やネット広告などで集客をしホームページ上で販売をします。お客様に毎月の定期コースをお申し込みいただくことで収益を上げています。では 北の達人の売り上げはどうなっているのでしょうか売り上げは右肩上がり傾向でしたが、直近2年は伸び悩んでいることがわかります。売り上げが伸び悩んでいる最大の理由は、広告単価の高騰です。かつてはテレビなどに多額の広告を出していた超大手企業もネット広告を積極的に出すようになりました。つまり、 ネット広告を打ちたい競合が激増しています。よって、ネット広告の単価が高騰。結果、北野達人の広告出稿量が減少しているため、新規顧客を思うように増やせていないのが、売り上げが伸び悩んでいる最大の理由です。ただ、北野達人は、独特の経営戦略を持っています。それは、売り上げの最小化。 というのは、大抵の企業はまず、売上目標を作成して、売上の最大化を目指します。そして、売上に合わせて経費も同じだけ増え続けないように、経費を抑える努力をします。結果、伸ばせた売上に対して、抑えられた経費の分だけ利益が残る、という考え方で経営をしています。ところが、北の達人が追求しているのは、あくまで、 利益の目標目標としている利益に対して最小の売上で良いと考えているんです結果利益が出ないことはたとえ売り上げが増えたとしてもやらないという戦略をとっていますなので広告に関しても大抵の企業は広告単価が高騰したら会社の広告予算を引き上げることで あくまで売上目標の達成を追求する傾向がありますが、北の達人は広告単価が高騰したら当初の広告予算を減守することで利益をしっかり確保します。結果、銀行などからの借金はゼロ、完全無借金を続けています。販売管理費1年分の現預金を持ちながら財務鉄壁での経営を続けているんです。 だから、品質にこだわれる。品質にとことんこだわって、1商品に2、3年をかけて企画、開発、販売。なので顧客満足度が高く、長く継続してくださるお客様が多い。結果、北の達人の収益の実に7割が定期コースのお客様によって支えられています。流行を追うのではなく、 開発の定番商品で勝負。面白いを形にして世の中を快適にする達人集団。北の達人コーーポレーション。ということで今回は北の達人をわかりやすくでした。以上です。今回の動画のご視聴に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を